ANA は4月19日15時40分に熊本空港から出発便の運航を再開すると発表しました。熊本空港ターミナルビルの共用部分が19日15時から再開されましたので、平常通りの搭乗手続き、保安検査を実施されます。また15時以降に熊本空港へ到着する便により、平常時の動線で空港が使用されます。最新の運航状況につきましては、ANA スカイウェブをご確認ください。4月19日、熊本空港出発便、国内線、1304便、熊本空港17時20分発、羽田空港19時00分着、1308便、熊本空港20時20分発、羽田空港22時着、1310便、熊本空港21時15分発、羽田空港23時5分着、1306便、熊本空港18時20分発、伊丹空港19時25分着の4便です。